はい、どうもこんにちは。初めましての方は初めまして、いつも動画をご覧になっている皆様には今回もお世話になっております。コーヒー好きな実況者のチャリと申します。鬼畜ポケモンベガを実況ナンバー24をやっていきます。まあ前回はね、ちょっとね、雪雪山に行けないってなってルートで迷って、でやっと行き着いた先がこのカラスバシティですね。この幻想的な曲いいですよね。あー、これはいい曲ですよ。心が休まります。はい、そんなね、心が休まるこの街を探索していきたいと思います。まあちょっと探索したんですけども、まあこの家で食べ残しをゲットしてきました。さあ、あんまりちょっとね、この曲を聴いてる間は喋られないようにしたいところですが、まあ実況ですのでね、申し訳ありませんが、どんどん喋っていくかと思われます。ん、なんだなんだ、へへ、よそ見してんなよ。こいつはいただいていくぜ。ララベリーが、おっと、なんだ、急にリーチ弾が。他のポケモン持ってないのか。そう。というわけでね、なんか急にイベント発生ってことで、ララベリーを取り返すミッションをね、開始したいと思います。なんかちょっとポケモンレンジャー気分。さあ、どこに行ったのか。んー、どこだ？ポリゴン？ポリゴン？なるほど。まあ、ポケモン広場はここのようですね。これ、両親を亡くしてしまったこの女の子ですね。かわいそうなことに両親を亡くしてしまいました。いや、子供一人ってのって結構大変ですよね、絶対。どう考えても大変ですよね。だから、なんとかしてあげなきゃなと思いますよね。保護してあげるとかね。うん。自分今一人だから、ちょっとあれなんですけど。まあ、実家に行けば親とかもいますし、うん。ね、ほんと、大変ですよね。それでは、まあ、こいつを倒します。なんだお前、このララベリーを奪い返すつもりかよ。けどそんなことさせるわけないだろうが。お前は倒してお前のポケモンを奪ってやるよ。さあ、DH ランドの対決ですね。これは、ちょ、待って、いきなりヘルガーかよ。タイプが悪すぎる。まあ、リーフィスっていうね、強力なポケモンがいますからね。下っ端から強くなったな。おっと、そうだった。薬中だった。じゃあ待ってよ。これは、ペガンヌもゴリ押しできたんじゃないか。まあいいか。はい。ダークロア。先制技か。まあ倒せるよね。ですよね。はい。よし。フローゼルか。フローゼルとなると、あ、このままでいいか。リーフブレードがあったな。よし、リーフブレード。ちょっと噛み砕くとか。全然効かないな。さすがだな。防御力が、半端じゃない。こいつは強いですね、本当に。強い。いやー、受け身向いてますよ、このリーフィス。分かったよ、俺の負けだ。負けたのは、ものはしょうがねえ。潔く返してやるぜ。それからよ、こいつのトレーナー言っとけ。大事なポケモンなら、目を離すんじゃねえよってな。まあ、それは確かに合ってるけども。奪っていいとは言ってない。うん。さあ、どんどん行きましょう。あのトレーナーに返すということでね、行きましょうかね。いやー、ほんと聞いてるだけで安らぐ、心が。この BGM 集でも作ろうかな。もうこの街の BGM だけを撮りたい。うん。技魔神獣か。目覚めるパワーかな。
ドラゴンダイブか。いいですね。目覚めるパワーじゃなくてドラゴンタイプダイブか。でも命中率が若干悪いんですよねこれ。ふう、ここかな。なんか山男が多くのタイプに抵抗力を持つ鋼タイプ。そんな鋼タイプの技の威力を上げるアイテムがこれ、メタルコートですね。はい、なるほど。まあメタルコートって進化にも使えますからね。通信交換とか。このゲームだとどうなんだろう。ゴリチューなんて最初は東北にいなかったんだ。最初に見た時は自分の目を疑ったね。でも今じゃ俺らのパートナーポケモンなのさ。僕のパートナーポケモンでもあります。ポリゴンと少女、なんか秘密がありそうですね。あの子たちには。ポケモンの技を忘れさせたいな。そこの家の忘れ親父に頼むといいよ。なるほど。私の兄さんって、まさか忘れ親父に兄弟がいたとは。まさか忘れ親父に弟さんがいたとはね。まあ、どのシリーズにでも忘れ親父っていうのがいますからね。あれは何なんだろうな。家族関係なんですかね。どうなんだろう、本当に。お得な掲示板。ですよね。まあ何でもなし、本当に便利だ。ここ絶対何かあるよね。なんか何もないフラグでしかなくなってきた。いいや、後で探します。いやー、これはなんだ。ニネがいる。ニネがいますね。はい、ニネと対決フラグ。ここはなんだろう、ポケモンファンの家のかなんだろうか。ああ、リアルガとパルキアの話か。おっと、僕のファンがいますね。僕のファンがいた。どうも、モスです。俺、モスの大ファンなんだ。モスギスのファンがいた。まあ、こんな風にね、ポケモンにはね、いろんな方のファンもいるっていうことですよね。実際僕のファンもいたというね。僕じゃなくてこのトレーナーのファンなんですけどね。私にファンなんで、僕みたいな実況者にファンなんているんだろうか。この辺りの隕石落ちないですかね。ここは取れない感じか。まあ僕なんかにファンがいるかどうかは分かりませんが、いてくれたら本当嬉しいですよ。ファンは大切にするべきものですからね。しかしね、まあしつこいようですが、この BGM いいですね。そしてジムはどこでしょうかね。うん、ここ通れない感じか。通れないのかな。通れない感じですね。ちょっと全部探索してみるけれども、何にもなさそうだ。ゴミは捨て替えましょう。どうもモスですって、なんだよあれ。あったあった。さてと、サザンカ、クールなゴーストマスター、ゴーストタイプですね今回は。ジム今回暗いのか。マジか、大変だな。さてと、ニネに行くか。なるほど。それではじゃあ一旦カットします。ニネの前に行くかと思います。はい、
じゃあね、再開していきたいと思います。じゃあ2年に話しかけます。違った、チャリモスギさんから聞いたよ。お前のせいでセキュアスタイラーが奪われたみたいだな。俺お前の実力には殺されてさえ知ったのに。それがなんだこのざまは。来いチェリー、俺が鍛え直してやるよ。さあ、ニネにちょっと攻められ気味な中で、戦闘が始まりました。4体ですね。ゴースト、まあちょっとタイプは不利だけど、ゴーストは毒タイプがあるので最高気にすれ十分ですね。よし、さあメタゲラス、あのライノスの進化系ですね。じゃあリーフィスでいきましょう。なんだっけな、地面と鋼でしたっけか。となるとまあ威嚇は関係ないと、波乗りですね。いけるかな。防御は若干弱かったはず。よし、ステミタックルか、結構効くんじゃないかな。おー、いいね、さすが、さすがすぎるこの防御力。すごい傷癖使ってきた。はい、じゃあ回復と。ジムと時の予感どっち入ろうかな。急所ですね。よし、時の予感を先に入ろうかな。よし、オオスバメか。オオスバメってなるとゴリチュウですね。フローリアも考えたけどレベル的にゴリチュウを優先しましょう。ワイルドボルト、まあワイルドボルトを使っても貝殻の鈴でね回復できますからね。急所来た。また急所ですよ、2回目の急所ですよ。これ使ってないか。使った発動。はい、盾帽子が、確かね水と毒でしたね。水と毒か、ペガンでいきます。ちょっとペガン最近あんま使ってないからな、もっと使ってあげないと。さあいけるかな。よし、逆に鍛え直したって感じですね。よし、鍛えられたのは俺の方だったよ。そうか、DH 団の幹部に好きよ。チャイの話も聞かずにひどいこと言って悪かったよ。ごめん。そうだよな、チャイが正々堂々と戦って負けるわけがないよな。そうそう、DH 団といえばこの時の予感でもなんか何かしてるみたいだ。チャイは行くつもりかって聞くまでもないよな。一応忠告しておくけど、正直ここには入らない方がいい。ここからはヤバい空気が漂ってきてるんだ。それじゃあ俺にはこの後ミッションがあるから、またな。あー、2年も一緒に来てほしかったな。まあしょうがないですね。じゃあ一旦カットします。はい、戻ってきました。それじゃあ再開しましょう。時の予感に入ります。まあなんかちょっと壊れた感じがしゅ。さあいきなりですよ、いきなりいましたよ。このロケット弾じゃなかった、ロケット弾じゃない、ロケット弾じゃないよ。なんでロケットなんて言った?DH なんでしょう。もう、出落ちから間違えてるし。さあ、エアームドですね。ペガン、じゃあちょっと不利だな。じゃあファーマインに入れ替えます。もう、なんでロケットなんて言ったんだ。ディフェンダーか。これはゴリチュウの方が良かったかな。うん、まあいいでしょう、半分以上ダメージ与えられてるし。特防か、ふう。まあ間違いには注意しましょうって言ったところですね。じゃあどんどん行きましょう。これはまだいる、たくさんいるね。 DH ビル並みにいるんじゃないのこれは。
レンジャー部隊ってなんだよこれ。ゴースト。まあこれは最近でできますね。ふう、まあ倒しました。余裕。キャプチャーするポケモン間違えたって。そうか、 DH 弾の中にもキャプチャーできるやつがいるんだな。だからかポケモンも出るのか。ゴーストか、いいね。ゴースト欲しいな。欲しいけど育てはしないかな。というわけでリーフィスにリーフブレードでちょっと削ってもらって、よし、いい感じに削れたので、スーパーボール、よし。まあゴースト捕まえました。まあ育てることはないかと思います。なぜなら普通のシリーズでも出ますからね。ベガにしか出ないやつが欲しいんです。はい。おおまああいつか、 DH ビルのあいつかなあ、あいつか。おおってあいつじゃないかよ。 DH ビルのあいつだろ絶対、同じやつだろ。コイルか。まあタイプ的にこいつですよね。そうだよ、使ってくるんだったよ。もうリーフィスまたレベルアップ。ダンゴロは確か鋼でしたね。鋼じゃなかった、岩タイプか。そうだそうだ。ライノスは確か威嚇でしたね。リーフィスの波乗りで無双、無双じゃない、一掃しましょう。いやー、それにしても最初のロケット弾って手加減はいらないっちゅうね。手加減ってそんな好きじゃないんすよね自分って。違う、キノミジュースってな。キノミジュース重要かな。そんな重要なアイテムでもない気がするんだが。エアスラッシュ、キノミジュースってそんな重要か。またゴーストだよ。もうゴースなん逃げるか。ゴースしか出ないな。これはこう上に行くあれなのかな。ハルシェーンだと、あーもう特防そんな高くないんでしたねハルシェンは。どこに行こうかな。ブルブル、なんかやばい空気が漂ってきてるような。ひどっ、ひどってなんだよ。ヒトデマンって言おうとしたつもりがひどってなんだよ。レアコイル、僕はな、僕はヒトデマンに対して恨みでもあんのかっていう。レアコイルなら、炎パンチ。ほんと薬中だな。よし。あれ？セキュアスタイラーのテストをするためにここに来たの。あ、行っちゃった。もう、セキュアスタイラーのテストでしょ？はいはい、分かっておりますよ。セキュアスタイラーは奪われたんですからね。エレブと、地面タイプいないのか。そうなると、ご了承しましょう。この特攻の高さを。どこから行けばいいんだろうか。トレーナーじゃないの。モンスターボール持ってるの忘れた。何の自慢にもなんないよ。さあこれは上行けってことですね。はい、毒針。うー、なんだこいつ。欲しいな、こういうのが欲しいんだよ。そうだよ、こういうの欲しいんですよ。ソウルブレイクなあ、混乱しただと。ちょっとリーフブレード当てろよ。よし、や、よくやった。あー、全部の能力上がってるよ。ここは怪しい風だから
まあ一回電磁波しましょう。電磁波もうゴリ中から帰れないのか。はい、よし、じゃあスーパーボールで捕まえましょう。ユカリアってなんだろう。さあユカリアというね奇妙なポケモンを捕まえました。ロップル？ロップルに進化するの？違うよね。あ、ボックス1がいっぱいになったのか。はい、おーほい、またユカリアだよ。特にえ、飛行に対して弱いわけではないようですね。時の羊羹？時の羊羹？あ、羊羹食べたい、羊羹食べたいですよ。本当に羊羹甘くて美味しいですからね。羊羹食べたい。あ、羊羹食わせてください。はい、ゴリ中羊羹が食いたい。いや羊羹本当ね最近食べてないですからね、食べたいですよ。ヘルが、いやこいつでいいでしょ。あー、時の羊羹だから羊羹を思い出す人がいるんですよね、羊羹。さあどんどんレベルアップしていきますね。お腹すいたお腹すいた、もう僕も今飯前ですからね。さあお腹すいたよ。マスターをおかしくしてしまったネメア、なんて正直もう見たくないのよ。何があったんだこいつには。ポレトス、こらえないでください。もうこらえやがったよ。デルビルはゴリ押しっすか。はい、よし、じゃあもう一体、もう一体じゃないよ赤矢スタイルってどんくらいすごいんだろうな、早く見てみたいぜ。2人ぐらい倒してここは一旦終わりにしましょう。長くなりそうですねこれは。なあ早いな。おゴース、もういいんですよ、ゴースの出番はもう終わり。ここゴースバックポケモンばっかり出てくるんですけど、つまりゴースですよ。ファントマなんだこいつ。確かファンタマだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんかの進化系でしたよね、確か。なんかの進化系でしたよね。何の進化系か忘れたけど。はい。なんで？なんで虫捕りがいんの？なんで虫捕り少年がいんの？なんで虫捕り少年いる？はい、わかりませんが、一旦ここで終了したいと思います。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。